テールガード、テールガードを買いました。はい、おこんばんちは、山間チャンネルの山さんです。今日はね、僕のハイエースのカスタムやっていきます。テールガード上げ系にしたいですよね。テールガード取り付けていきます。微調整とかね、ちょっともう行っていくんで、安いヤフオクで買った一番安いやつですね、取り付けていきます。それをご覧ください、どうぞ。はい、グリルガードこちらですね。ヤフオクで一番安いやつですけど、微調整テールつけてちょっと曲げたり、ペンチで曲げましたね。こんな感じでちょっとふにゃって感じで曲げました。作業は、家の中でしたんですけど、ちょっと錆があったんで軽く艶消しブラックをこれから塗りました。細かいこと言うたらね、やっぱり溶接の跡とか姉妹が荒いんですけど、つけたらまあいい感じになるんじゃないかと、つけていきます。はい、テール外しました。左テールからですね、こいつをこうスライドして入れる感じですかね。わかりにくいかな。入れるところちょっと傷があって多少つっていいんやけど、しゃべりかなって。はい、このワッシャーとプラスチックのスペーサーが入ってて、こいつをここの隙間に入れてあげて、でワッシャーをここ止めてですね、隙間にスペーサーを入れて止めていきます。はい、つきました。こんな感じですね。隙間がちょっと止めますね。どうでしょうか、こんな感じなのかな。こんな感じです。ええんじゃないですか、ええんじゃないですか。思ったよりこの隙間と気になれへん、赤じゃないからかな。うんちゃん、こんな感じです。ちょっと気になったのはこっちにギリギリ立ってるか立ってないか、ピッと押したらいけない、振動で擦れるような気がしますね。はい、点灯するとこんな感じです。いい感じちゃう、じゃあいい感じちゃう。ありがとうございます。どうでした。高評価、チャンネル登録もお願いします。山間チャンネルではハイエース動画以外もラーメン動画、料理動画、キャンプ動画、探偵依頼、エンタメ、歌などいろいろやってます。これからもよろしくお願いします。山間チャンネルオリジナルソングも聴いてね、よろしくお願いします。それではこの辺でバイ。